音速パソコン教室講師の初谷です。では今回は Excel で顧客リストを一緒に作っていきましょう。まずこの動画をご覧ください。そして次に要所要所一時停止してください。そして次に手元のパソコンで真似して操作をしてください。で、終わったらまた動画を再生してください。これを繰り返していくと Excel の効果的な基本操作が学べます。はい。ではまず、Excel を起動しましょう。Excel の起動の仕方は、Windows のバージョンによって異なります。まず、Windows 10のパソコンの場合の解説をします。もし手元のパソコンが Windows 8、もしくは 8.1、もしくはその前の7、Vista、XP の場合は、今この画面に出ている時間のところまで飛ばしてください。ではまず Windows 10の場合の手順です。左下のこのスタートボタンをクリックしてください。そうするとすべてのアプリというのが出てきます。アプリとはアプリケーションの略です。アプリケーションとはソフトウェアと同じ意味なんですね。だからアプリはソフトウェアのことだと思ってください。はい。で、このすべてのアプリをクリックしてください。そうすると A とか B と出てきます。で、マウスの真ん中の車輪をくるくる回してください。もしマウス持ってなかったら、ここのバーをクリックしながら下に引っ張ってください。はい。ただ、マウスをなるべく使ってください。マウスを使った方が、パソコン操作のスピードは5倍も10倍も速くなります。で、E と書かれてあるところがありますね。ここに Excel のアプリ、ソフトがあります。こちらをクリックしてください。はい。そして、空白のブック、こちらをクリックしてください。そうすると、Excel を立ち上げることができます。はい、以上が Windows 10の場合の Excel の立ち上げ方です。はい、では今度は Windows 8もしくは 8.1 のパソコンの場合です。Excel のソフトを起動するには、左下のスタートボタンをクリックしてください。はい、で次にこのスタート画面の下に下矢印があります。こちらをクリックしてください。そうするとアプリの一覧の画面が出てきます。そしてマウスの真ん中の車輪をくるくる回してください。そうすると右にめくれます。もしくは下のスクロールバーをクリックしながらぐーっと右側に引っ張ってください。はい。しかし、マウスを使った方がパソコン操作は5倍も10倍も速くなりますので、マウスを必ず買って使うようにしてください。はい。で、ここにですね、マイクロソフトオフィスと紫で書いてあるカテゴリーがありまして、この中に Excel のソフトがあります。で、見つかったらクリックしてください。はい。そして、この空白のブック、こちらをクリックしてください。そうすると Excel を立ち上げることができます。はい。では今度は Windows 7、もしくはその前の Vista、もしくはその前の XP のパソコンの場合です。Excel のソフトを立ち上げるには、左下のこのスタートボタン、こちらをクリックします。そうすると、すべてのプログラムというところがあります。こちらをクリックします。はい。で、パソコンに入っているソフトの一覧が出てきます。はい。で、マウスの真ん中の車輪をくるくる回してください。手前に回してください。そうすると下に下がります。で、もしマウス持ってない方は、このスクロールバーと呼ばれる、このバーをクリックしながら下に引っ張ってください。しかし、マウスを使った方が、パソコン操作のスピードは5倍、10倍と変わりますので、必ずマウス買って使うようにしてください。はい。で、この中にですね、M から始まる、このマイクロソフトオフィスというところがあるはずです。もしここがなければ、手元のパソコンに Excel が入ってないです。で、このマイクロソフトオフィスを見つけてください。これアルファベット順に並んでます。で、こちらをクリックしてください。そうすると、ここに Excel のソフトが入っているはずです。そして見つかったらクリックしてください。はい。そうすると、このように Excel のソフトが立ち上がりますね。Excel の起動の仕方は以上です。では、次のステップ2の動画に進んでください。この動画の下にあります。